2019新型コロナウイルス、または SARS コロナウイルスマイナスには、急性呼吸器疾患の原因となる SARS 関連コロナウイルスに属するコロナウイルス。以前は世界保健機関により、暫定的に2019うんかうふとも呼ばれていた。中国武漢市付近で2019年に発生が初めて確認され、その後コビット -19 の世界的流行を引き起こしている。 ウイルスの名称2020年2月11日国際ウイルス分類委員会が SARS 株 -2 と命名した。日本語では SARS 株 -2 に対応する用語として SARS コロナウイルス -2 とも表記される。世界保健機関は暫定的な名称として2019カウフを使用していた。また日本の厚生労働省などでは単に新型コロナウイルスと呼んでいる。この 発生地の名前をつけて、武漢ウイルス、中国ウイルスなどと呼ぶべきと主張する意見が出るなど、論争となっている。武漢などを関した故障と政治的論争については、中国本土における2019年、コロナウイルス感染症の流行状況中国の対応への評価を、参照疾患の名称風は2020年2月11日、新型コロナウイルスによる疾患を、 コビットマイナス -19 と命名している。新型コロナウイルスは2019年11月に発生が確認され、同年12月31日に最初に世界保健機関に報告された。その後2019年から翌2020年にかけて発生した中国武漢でのアウトブレイクにおいて、肺炎患者の拡散検査陽性患者サンプルによりゲノム配列が決定された。 2020年1月20日、病原体を調査している中国国家衛生健康委員会専門家の省南山グループ長は、広東省で人から人への感染が確認されたと発表した。新しいコロナウイルスに対する特定の治療法はないが、既存の抗ウイルス薬を流用することはできるとしている。2020年1月下旬時点での主要なアウトブレイクは、 中国大陸に限局されていたが、その後は、東、アジアヨーロッパを中心とし、世界各地に拡散しつつある。このウイルスの完全ゲノム配列は、上海公共衛生臨床センター、武漢中心委員、下中科技大学、武漢市疾病予防被改正中心、中国疾病予防被改正中心、感染症予防管理所、中国疾病管理予防センター、 シドニー大学らの協力によって解読され、シドニー大学のエドワード・シー・ホルムズ教授の協力の、元、上海公共衛生臨床センターの長、久しぶり教授によって2020年1月11日に VIROLOGICAL.org に公開された。その後、1月14日には、国際拡散配列データベースジェンバンクで正式に公開されている。 多種のコロナウイルスと比較すると、中国石膏省長山市のコウモリで発見した、サーズウイルスに一番近く、コウモリサーズウイルス、ヒトサーズウイルス、ジャコウネコサーズウイルスとも80%近くの類似度を持つことが、香港大学微生物学科感染症専門の園、国有教授により報告されている。コロナウイルス分類も参照このウイルスは、国際ウイルス分類委員会により、 サーズコロナウイルスと同じベータコロナウイルス属のサーズ関連コロナウイルスという種に属すとの見解が示されている。また、サーズコロナウイルスの姉妹系統であるとし、s サーズ株マイナス2と分類、命名されている。ハカウフマイナス 229E、ハカウフ OC43、サーズコロナウイルス、マーズコロナウイルスハカウフ NL63。 ハカウフ白1に次いで出現した人に対して病原性を有する7番目のコロナウイルスである。サーズ株マイナスにはサーズコロナウイルスと同種ではあるが直接の子孫とは考えられていない。もともとコウモリなどの野生動物が保因していたものがそれぞれ独立して人に伝播、人への感染能力を獲得したと考えられている。赤い突起、スパイクタンパク廃炉の飛膜がエンベロープ、 主成分は脂質でアルコールや石鹸で破壊できる。黄色の付着物、エンベロープタンパク。オレンジの付着物が膜タンパク質。ウイルス粒子は50から200ナノメートルほどの大きさである。一般的なコロナウイルスと同様に、スパイク、抜く、レボ、内在性膜タンパク質、エンベロープタンパク質として知られる4つのタンパク質と RNA より構成されている。 このうちヌクレオが RNA と結合してヌクレオカプシドを形成し脂質と結合したスパイク内在性膜タンパク質エンベロープタンパク質がその周りを取り囲んでエンベロープを形成するエンベロープの最も外側に位置するスパイクは生体内の ACE2 受容体に結合して細胞への感染を可能とする人への感染に ACE2 受容体を利用する点は SARS コロナウイルスと共通しており、DPP-4 受容体を利用する MARS コロナウイルスや APM を利用するヒトコロナウイルス 229E とは異なる。ウイルスゲノムは29,903塩基で、一本差、プラス r n a ウイルスである。タンパク質や RNA の SARS ウイルスとの相同性は、スパイクが76.0%、ヌクレオが90.6%、 内在性膜タンパク質が90.1%、エンベロープタンパク質が94.7%、RNA が80%となっている。一方で別種のコロナウイルスであるまず、コロナウイルスとは、それぞれ4.6%、7.6%、6.3%、30.5%、50%しか、一致していない。SARS 株マイナス2の基本再生産数の見積もりに、 関するサドクの多くの研究は、数字の際及び評価が分かれているが、1.4から3.9と推定されている。これは、無防備な状態では、SARS 株マイナス2は、通常、感染者1人あたり1.4から3.9人の新規感染者を生じさせるという意味である。これにより、SARS 株マイナス2は少なくとも4人を連鎖的に感染させることが確認されている。 他の未ド読の研究では、基本再生算数を3.30から5.47とするもの、2.13から4.82とするものがある。2020年1月22日、日本感染症学会の記者発表会で、立田理事長はパニックになることがないよう、対応していかないといけないと呼びかけ、新型コロナウイルスが変異を起こしたら、 SARS のようになるという可能性は否定できないと述べ、今後も注視する必要性を強調した。一方、中国国家衛生健康委員会の李武志副主任は、同日の会見でウイルスが変異した可能性があり、さらに拡散するリスクがあると明らかにした。中国本土では人口動態予測に基づいた変異の可能性は極めて濃厚であり、 今後の対策が急ピッチで進められている。このウイルスを北京大学など中国の研究チームが遺伝子解析した結果、コウモリ由来のウイルスに近く古くからあるとみられる S 型と毒性の強弱は不明だが、感染力が強いとみられる L 型という延期配列の異なる2つの方に分類できることが分かった。患者の多くは片方の方にしか感染していないものの両方の方に、 感染した例も確認されており、ウイルスに一度感染し症状が治っても、別の方に再感染する可能性が指摘されている。ただしこの分類については議論のあるところであり、今後の研究、検討が待たれる。コロナウイルスコロナウイルス感染症の比較表も、参照あたりウイルスは感染しても症状らしい。症状が現れない人がいる。無症状病原体保有者という。 無症状病原体保有者も他者に、当ウイルスを感染させる可能性がある。感染者が、嗅覚や味覚を失ったとの報告が、世界各地で見られる。イギリスのジ自ン陰講科学会は声明で、韓国や中国、イタリアで、新型コロナウイルス感染者の多くが、嗅覚障害を訴え、ドイツでは感染確認者の3分の2以上に症状が出ていると指摘。他の症状を伴わないのに、 嗅覚異常が出る場合もあり、イギリス、イラン、アメリカでも報告が増えているという、アメリカの自民工科学会も、嗅覚や味覚障害の報告が急激に増えていると認めている。アメリカ・イギリスの専門家からは感染予防のためにも、ウイルス検査の対象に加えるべきだ、との声が出ている。一方で、日本の医師によると、普通官房でも、 嗅覚や味覚が一時的に失われることはあるという。これに関連して、プロ野球、阪神タイガースの選手ら数名が、発熱や咳などの症状がなかったのにもかかわらず、匂いを感じなかったので、トウイルスへの感染を疑い、PCR 検査を受けたところ陽性でトウイルスに感染していたことが判明した。阪神の藤浪慎太郎投手は、発熱や咳などの症状はないが、 数日前からトレーナーにコーヒーやワインの匂いを感じないと嗅覚の異常を訴え、兵庫県内の病院で3月24日及び25日に診察を受け、医師の判断で新型コロナウイルス感染を調べる PCR 検査の受診が決まり、検査の結果、陽性反応が出たことを26日、関係者が公表した。阪神では他にも2名が味噌汁の味がしないと訴え、 pcr 検査を受けたところ陽性が判明した。詳細は、2019新型コロナウイルスによる、急性呼吸器疾患を、参照特徴、重症急性呼吸器症候群兆候と症状も、参照種症状は2020年1月21日判明分で、摂氏40度程度の高熱乾いた咳息切れ、などである。他に、全身倦怠感、吐き気、 筋肉痛等を催すと報告されている。顕著な合併症は肺炎である。しかし症状がないまま濃厚接触をしてしまうことが、たびたびある。他のコロナウイルスかウイルス感染症との鑑別は、外観所見上からは難しい。ただし、発熱せずに死亡した患者もいるので、発熱検知装置だけで検出できない可能性もある。また、無症候キャリアが感染能を持つ、 可能性もある。入院患者では呼吸困難や胸の圧迫感も多い。また、入院時のバイタルサインは比較的安定している。予後詳細は2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患予防。参照詳細は2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患治療法を参照日本内科学会の緊急機構文によれば、 現在、効果を示す薬剤が発見された旨の報告はなく、暫定的に HIV 薬とタミフルを併用しての治療が行われているが、国を挙げて専用ワクチンの開発も並行して行われている。医療現場の抱える問題感染症発生初期において医師などの医療従事者への罹患及び長時間労働などによる疲弊といった問題も浮上してくる。 局所的地域感染から広域に拡大するにつれ、同定された問題も増加する傾向にあり、医療現場の過酷化する環境にも配慮が必要である。感染症と社会構造を発達した情報通信環境において、ソーシャルメディアによる情報の拡散は、情報角度を担保し得る反面、誤った情報も伝播し得る、二律背反を構築している。詳細は、 2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患医療機関の対応方法を参照国立感染症研究所は2020年1月10日に特設サイトを設け院内感染対策積極的疫学調査をはじめとする対応を行っている。日本国政府は2020年2月1日施行の政令第11号及び政令第22号で 新型コロナウイルス感染症を感染症法第6条第8項の指定感染症に指定し、我が国に入国しようとする者が感染者である場合には入国を拒否するとともに感染者であることを確認できない場合であっても入国管理を強化すべく速やかに運用を検討するとしている。詳細は2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患感染経路を 参照2019新型コロナウイルスの感染経路には、飛沫感染と接触感染があると考えられていた。だが、その後、米国の研究者が実験を行って調べたところ、飛沫感染、接触感染以外にもエアロゾル感染もすると判明し、2020年3月にそれを報告した。実験の結果、2019新型コロナウイルスは3時間程度は、 室内の空気中をエアロゾルと共に漂い続け、感染力を持ち続けるということが確認されたという。飛沫感染とは、感染者がくしゃみや咳などをするときに、唾などのしぶきと共にウイルスが飛び散り、別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込み感染してしまうことである。接触感染とは、感染者がくしゃみや咳をするときに口を手で覆うなどしててが、 ウイルスを含んだ唾液で汚染され、手で触れて、物の表面にウイルスがつき、別の人がそのものに触って、ウイルスが手に付着し、その手で顔に触ることで体内にウイルスが入り込むことである。特に多い接触感染の経路は、例えば電車のつり革、バスのつり革、ドアノーブ、各種スイッチなどである。詳細は、2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患予防を、 三升種など、皮膚の消毒を行う場合には、消毒用アルコールが、物の表面の消毒には、次亜塩素酸ナトリウムが有効であることが分かっている。物の表面に付着したウイルスは、どの程度の期間生存できるか、各機関で意見が分かれており、風は、数時間、ドイツ研究は4から5日間、中国人民銀行は14日間とした。アメリカ疾病管理予防センターは、 中国からの輸入品において新型コロナウイルスに感染するリスクは非常に低いとしている。2019新型コロナウイルスに対しては通常のインフルエンザウイルスと同様の感染予防法が有効だと考えられている。つまり、手指や顔を石鹸で洗う、うがいをすること、粘膜を守るために室内の湿度を50から60%に保つことなどである。 咳や発熱などの症状のある人に近づかない、人混みの多い場所に行かない、ということも重要である。マスクの着用については、組織によって見解が異なり、マスクをしないと感染者が咳をするときに、自分の口をついてで覆ってしまい、手に、唾のしぶきをかけてしまってその手で様々なものに触れる、ことで他人数に感染させてしまう。マスクをすることは他者に感染させてしまう人数を減らす。 という意味で感染予防になっていると日本国政府関係者も感染症を専門とする日本の医師たちがテレビ番組などで解説するときも全く同様に解説している。そしてマスクという大切な医療資源だが供給量に限界がある医療資源を優先的に配布すべき対象はまずは看病をする医療関係者たちや咳、くしゃみなどの症状がある人々であり 咳、くしゃみなどの症状が全くない人々への配布は後回しにすべきという見解もある。マスクの着用を参照等北以下、薬科大学病院が作成した市民向け感染予防ハンドブックでは、以下に記述した複数の対策を組み合わせることで感染リスクを減らすことができるとしている。つり革、ドアノブ、スイッチ、小銭、紙幣、スマートフォンなど様々なものに触れることにより、 誰の手にもウイルスが付着している可能性があるがコロナウイルスの表面はエンベロープと呼ばれる脂質で覆われており消毒用アルコールによる消毒が可能で石鹸などの海面活性剤にも弱い以下のような時にこまめに手洗いを行うべきだとされる感染予防のための正しい手の洗い方がありまず手を濡らし石鹸をつけ手のひら側をこする手の甲の側を洗い指先 爪の間を念入りに擦り指の間をよく洗い、親指のねじり洗いをして首までしっかりと洗う。なお、医療従事者用の感染症対策マニュアルでは、手首から肘までしっかり洗うとなっており、より一層安全である。多くの専門家が蒸気のような手順をきちんと守って、抜かりなく手を洗うと25秒程度以上はかかるはずだ、と指摘する。それ以下の秒数しか洗っていなかったら、 きちんと手順を守っていない可能性、洗い残しがある可能性が高いので、洗い方を見直す必要がある。イギリスでは子供たちでもある程度はきちんと洗うように、20秒ほどは、洗いましょうとか、ハッピーバースデートゥーユーを2回歌いつつ洗って、歌が続く間は洗い続けましょう、と指導している。感染者がマスクをすると、咳やくしゃみによる飛沫及び、それらに含まれる。 病原体の飛散を防ぐ効果が高いとされ、マスク着用を咳エチケットとして日本国政府は推奨している。また、風や CDC でも症状のある人や患者と接触する人の使用を推奨している。風はマスクだけでは感染を防げる保障はないとしてしている。風はまた、新型コロナウイルスの患者の看病などをする場合は、やはりマスクをつけるべきともしている。 CDC もマスクの効果は認めており、人混みを避けられない場合や、妊婦や高齢者など発症するとリスクが大きい人や、家族などでそうした人と接触する場合は、マスクを使用してもいいとしている。日本国政府や CDC は相当混み合っている場所、また屋内、乗り物など換気が不十分な場所でのマスク着用を推奨している。ただし、屋外や人の少ない場所では、 マスクをつけていてもつけていなくてもさほど変わりはないとしている空気が乾燥すると喉の粘膜の防御機能が低下してしまうので乾燥しやすい室内では加湿器などを使って適切な湿度を保つ普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ免疫力を高めておく2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患集団感染 スーパースプレッダー及び日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況集団感染でもスーパースプレッダーがおり、また韓国のマーズ流行では特定の数名がスーパースプレッダーで1人から86人に感染させた患者もいた。2020年新型コロナウイルスにシンガポールで感染したイギリス人男性がその後多数の人に感染をもたらした。 日本でも新型コロナウイルス感染者の8割は他人に感染させていないが、残りの2割の人が1人以上の人に感染させており、その中には1人から9人へ感染させた事例や、1人から12人へ感染させた事例がある。新型コロナウイルスに関する Q&A 問14、集団感染を防ぐためにはどうすればよいでしょうか。厚生労働省。 令和2年3月7日詳細は、新型コロナウイルス感染症の流行及び、国、地域ごとの2019年、コロナウイルス感染症流行状況を、参照新型コロナウイルス感染症の世界的、流行状況、感染者10万人以上、感染者1万から9万9999人、感染者1999人、感染者100、 999人感染者1 9 9人感染者19人この株による最初の基地の人への感染は2019年11月下旬に発生した。新型コロナウイルスの拡散は2019年11月中旬に中国湖北田省武漢市で最初に発生し感染源はおそらく単一の感染動物に由来すると考えられている。その後このウイルスは 中国のすべての省に蔓延し、またアジア、ヨーロッパ、北米、アフリカ、オセアニアなど他の160以上の国にも拡散した。このウイルスの人から人感染による拡散は、アフリカを除くこれらすべての地域で確認されている。2020年1月31日、このウイルスの感染拡大が懸念されることから、世界保健機関は国際的に懸念される。 公衆衛生上の緊急事態を宣言した。なお、季節性疾患としての自然収束や定着の可能性について議論が続いている。3月23日時点で266,073人の感染が確認されており、そのうち8万1,498人は中国本土内である。ある数学的モデル予測によれば1月25日の時点で 武漢市だけで感染者数は75,815人いたと推定された。中国本土以外におけるほとんどすべての症例は武漢市からの旅行者、またはそれらの地域からの旅行者と密接な接触があったものである。感染率、すなわち感染確定数、または臨床上診断可能な感染者数につながる割合は依然として、 不明のままであるが2月20日までの新型コロナウイルス感染による死亡者数は230人であった。死亡者数の95%は武漢市のある湖北省に局在している。3月7日現在も感染拡大が止まらず、世界で感染者数が10万人を超えたと発表した。3月11日にはこのウイルスの感染拡大について風が パンデミック相当との認識を初めて示した。3月27日には、世界で感染者数が50万人を超えた。2日前に40万人を超えたばかりで、わずか2日間で10万人もの感染者が増えている。3月31日には、世界全体の累計で80万人を超え、死者は3万9000人を上回った。感染者が見つかった、世界177カ国。 地域のうち、米国が16万人超と、世界最多となり、続いて、イタリアが10万人を突破した。2020年2月7日、武漢大学病院で検出された感染者数のうち4割は、同大学病院で、院内感染したものだという論文が発表された。3月25日に、イギリスのチャールズ皇太子が感染したと発表した。3月26日に、 阪神タイガースの藤波慎太郎投手、伊藤早田選手、長坂健渡る選手の感染が確認された。3月27日、ボリス・ジョンソンの感染が確認された。タレントの志村健が3月29日午後11時10分、新型コロナウイルスによる肺炎のため死去した。3月23日に感染が確認されていた。3月30日に、 サッカー J1 リーグのビッセル神戸に所属している、坂井隆則選手の感染が確認された。3月31日、工藤勘九郎の感染が判明した。ベルギー保健当局は感染者から飼い猫にウイルスが伝染する事例がを明らかにした。また、香港では犬に感染することが報告されている。ありがとうございます。